はいどうも、こんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、本日はですね、今後登場予定のおすすめのアイコニックを紹介していきたいと思います。というのもですね、今現在マドリーロサス、アトレティコマドリーのアイコニック2選手がですね登場しているかなと思いますが、今後ですね、まあご覧の通り登場するということで見ていきましょうか。9月3日本日からですね、本日から来週の月曜日の朝までにアトレティコマドリーのこのアイコニック選手が獲得できますし、その次の週ですね、9月6日の月曜日から9月13日の月曜日の朝まではレアルマドリーのアイコニックが出るという形になっております。で次ですね、その次の週9月14日の月曜日からの週はアーセナルが来るというような形になっておりまして、本日無料ガチャ券が配布されましたが、レアルマドリーと、アーセナルに関しても無料ガチャ券配布予定となっております。それぞれ4枚ずつですね、来るという形になっておりますので、ぜひ当てていただきたいと思いますけども、この中でですね、ぜひ引いてほしいアイコニックがありまして、まずはアトレティコマドリー、本日から来ておりますけども、本日というか月曜日から来ておりますが、トーレスとフォルラン、こちらの2人の選手に関してはですね、ぜひ狙っていただきたいところかなと思います。特にトーレスに関しては能力値も申し分ないんですが、フォルランに関してはですね、めちゃくちゃ使用感がいいということで、かなり評判がね、高い選手になっているかなと思いますので、ぜひ2選手ともね、獲得していただければと思います。で続きまして、来週の月曜日から来るレアルマドリーのアイコニック選手なんですけども、この4選手がですね、今現在レアルマドリーのアイコニックとして出ておりまして、この4選手からまあ全員ね出るかなとは思いますけども、まあこのマドリーのアイコニックに関しては、個人的にカシーヤスは絶対引いておいてほしいかなというところなんですが、ただマドリーに関しては余裕がある方はね、ぜひ狙っていただければという感じですかね。無理に引く必要はないのかなという印象です。でその次の週ですね、その次の週はアーセナルということで、アーセナルに関してはこの6選手、今現在来ております。もちろんですね、再来週全員来る可能性もあるんですが、まあこの6人の中から3人だったり4人だったりっていう可能性も全然ありますので、全員来るということが確定したいわけではないんですけども、まあ内容次第で引くかどうか決めていただければという印象ですね。というわけでですね、本日以降登場する予定のアイコニック選手、こちらがですね12選手となっております。まあですので、この中でまあ絶対引いておいてほしい選手の能力値をですね、今一度復習していきたいと思います。それでは早速いきましょう。どうぞ。まずアトレティコマドリーからトーレスということで、トーレスに関してはですね、月曜日見ていきましたのでさらっと見ていきたいと思いますけども、通常との比較はなかったので、通常との比較やってみました。ご覧の通りですね、通常と比較した際に決定力が4つ上がっているっていうところはかなり大きい部分かなと思います。特にオフェンスエースもそうですね、ここら辺の得点能力が4つずつ上がっているっていうところは通常から比べてもありがたいところかなと思いますし、ここら辺のねトーレスの能力値がめちゃくちゃ高いんですよね。スピード瞬発も言わずもがなかなり高いですし、ボディコントロール80だったりフィジカルコンタクトも83あるということで、最低限のところはあるかなという印象ですし、ヘディングだったりジャンプもあり、186センチっていうタッパもありますしね、本当に何でもできる万能型のセンターフォードになっているかなという印象です。そして来シーズンもですね、ライブアップで B 固定というところはまだ分かりませんが、後腕力しっかりあるというところも本当に評価できる点かなという印象ですね。スキル面で見た時にもダブルタッチだったりヘッダーだったりワンタッチシュート持っているというところもそうですし、チェイシング持ちということで、ここら辺がかなり強い部類に入ってくるかなという印象です。で続きまして、フォルランということで、フォルランに関してもですね、月曜日ね、見ていきましたので今回はさらっと見ていきたいと思いますが、フォルランに関しては通常でまだ出ていない選手ですね、特にこのアイコニックでしか出ていないので、今回のアトレティコマドリー復刻のですね、アイコニックぜひ引いていただければと思うんですが、フォルランに関してはめちゃくちゃ使用感がいいということでかなり有名な選手ですね、能力値がバカ高いというわけではなくて、かなり高いところでバランスが取れている能力値になっているかなという印象です。オフェンスエース決定力も93ある程度ありますし、ドリブル能力だったりパス数値の高さですので、OMF でね使われる方もある程度いらっしゃるんじゃないかなと思います。このパス系の能力値しっかりあるセンターフォワードはかなり珍しいかなと思いますけども、アシストもできて自分でも得点能力はね93ありますので、自分でも決めれる選手かなという印象ですね。逆足も3と4でしっかり使えるというところもそうですし、コーン17あるっていうところもありがたいところですね。でスキル面で見てもワンパだったりスルーパス持っているということで、ワンシューは持ってないんですが、このワンパもスルーパスも持っているセンターフォワードはかなり珍しいんじゃないかなという印象です。パッと思い浮かんだのがデニスローかなと思いますが、デニスローよりはですねアシスト系の能力値が高いんじゃないかなという印象の、ラインブレイカーの選手かなと思います。
で続きましてカシージャスということでマドリーからはですねカシージャスぜひ狙っていただきたいところかなと思いますが、このマドリーのアイコニックは来週から登場しますけども、まあ、このカシージャスに関してはキック力、ジャンプ、フィジカルコンタクトは高かったり GK センス、そしてコラプシング、ディフレクティングが完走ですね。まあここら辺は本当に高いんですけども、唯一クリアリングが92ということで、まあここら辺が若干ネックな部分ではあるんですけども、まあ現環境ではライブアップで B 固定ですし、全然ですねカシージャス使っていければと思うんですが、そしてまあ来作のね初期の頃はゴールキーパーの FP もいないということで、そこら辺ではですねかなり活躍してくれるゴールキーパーになっているんじゃないかなという印象です。で、アーセナルからはですね、3選手紹介させていただきたくて、まずビエラですね。ビエラに関してはまあ言うところがないかなと思いますけども、まあ、本当に強い DMF の選手ですね。まず通常から考えると、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブセンス、すべて上がったということで、4と3と4ずつ上がってますね。94、91、99。まあ本当に DMF の中ではかなり強いブルに入ってくるかなと思いますし、それだけではなくですね、スピード瞬発も89、86。まあ本当にこのスピ瞬もある DMF はね、ありがたいかなと思いますけども、根腕の部分で見ても8、しっかりあるんですよね。まあアップで B 固定がマンダで2021で続くかどうか分かりませんが、もしなくなった際にこのコンアン8はかなりありがたい部分ですね。そしてスキル面で見た時にも通常からですねライジングシュートと低弾道力が追加となっているんですが、スキル追加ができないというところは若干ネックな部分かなという印象です。特にビエラに関してはワンタッチパスつけたい方も多いんじゃないかなと思いますが、このアイコニックのビエラに関してはこの追加スキルができないというところが一つ難点かなという印象ですね。で続きましてベルカンプということで、ベルカンプもですねオンラインやっていたらちょくちょく見かけるなという印象なんですけども、このベルカンプに関しては通常から比べてもオフェンスセンス4つ上がって96だったり、ドリブル能力が本当に高いですね。ボールコントロール99、ドリブル96、ボールキープも99ということで、本当にドリブル能力もね上積もがかなり高いかなと思いますし、セカンドトップの選手の中では決定力かなり高い方なんですよね。94ということで、 OMF においても、まあ、セカンドトップでもセンターフォワードでもですね、しっかり決めてくれるかなという印象です。ただ唯一スピード瞬発の部分ですね、まあ、スピードは83なんですけども、瞬発力が79ということで、これが若干ネックの部分かなという印象です。そしてコンは7しっかりあるっていうところもそうですし、スキル面で見た時にワンシューワンパスルパス、この3つのスキル持ってるんですよね。まあこの3つのスキルがまあ本当に重要になってくるウニングレブ2021もそうかなと思いますけども、このワンシューワンパスルパスもどれも持っているというところは本当に評価できる点かなという印象ですね。で、アーセナルラストに紹介していきたいのがロシツキーですね。この選手意外とね、個人的に好きな選手でして、ガチスカでね、使ってたりもするんですけれども、ご覧の通りとなっております。通常から考えると、プラス2だったり、プラス3がね、基本的に上がっておりまして、オフェンスセンスプラス6、決定力5、キック力5ということで、ここら辺のね、オフェンスセンスだったり、決定力が上がったっていうところは、OMF の選手の中ではかなりありがたいところかなと思いますし、グラナーパス、フライパスも94、89ということなので、まあ、ここら辺のパス数値の高さっていうところもありがたい部分ですよね。で、スピード瞬発も87、88だったり、そしてコンは7ですね。このまあ、今はねライブアップで B 固定なんですけども、このコンワンダナしっかりあるというところは本当にねありがたいところかなという印象です。そしてスキル面で見た時にもワンパもスルーパスも持っているということで、プレースタイルのナンバー10が若干気になるところではあるんですけども、召喚のところではですねあまり気にならなかったなという印象ですね。ということで本日はですね、今後登場予定のアイコニック選手おすすめのですね、この6選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、ぜひですね無料分でまず当てていただきたいところかなと思いますし、ぜひ今のうちに当てて2021スタートダッシュ決めていただければと思います。ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。